キンプリ新アルバム週間1位でも、平野市用とインスタコメント数で10倍差。ジャニーズ事務所のキングピンス、長瀬角イコール24、高橋山イコール24の最新アルバム、ピースが発売初週で約342万枚を売り上げ、22日発表のオリコン週間アルバムランキングで1位に輝い。 改めて根強い人気を示した格好だが、元メンバーの平野市二26にはインスタグラムのコメント数で実に10倍の差をつけられていた。金プリとしては、グループと同名の1枚目のアルバム、キングピンス2019年6月から全6作ベストアルバム含むで1位を獲得したことになった。 ファーストアルバムから6作連続で初週売り上げが30万枚を超えたのはスピード、キンキキズ、宇多田光に続いて史上4組目だ。キンプリは5月に平野、神宮寺優太、岸優太の3人が脱退し、長瀬と高橋の2人でリスタートした。グループのアルバムの過去5作はすべて発売初週で40万枚超え。 それには届かなかったが、平やらが抜けたことを考えれば上々の売り上げだろう。一方で別の数字も注目されている。金プリのインスタに書き込まれるファンからのコメント数だ。これが低迷しているという。どんな写真をアップしてもコメント数は2000件ほど。コメント欄はタレントの人気や状況を示すバロメーターの一つだ。芸能関係者は、 他のジャニーズタレントのインスタのコメント数も同じような感じです。金プリだけ特別低いというわけではないのですが、平野のインスタのコメント数は2ケラ3万件で、桁が違うんです、と指摘する。インスタのフォロワー数は、金プリが235万人、平野が388万人で差はある。ただ、ことコメント数だけ見れば10倍の差がついている。 前で関係者は、積極的にコメントするユーザーの数がファンの数に比例するわけではないでしょうが、金プリのインスタも平野らが脱退した5月末あたりには2万から3万件のコメント数があったので低迷しているように見えてしまうのでしょう、と解説した。つまり、金プリが少ないというより平野が桁違いといった方がいい。なぜ、 平野のインスタのコメント欄は大盛況なのか。制作会社関係者は平野は今、ドラマや歌番組に出るわけではなく、SNS の展開に注力しています。インスタの使い方も巧み、特にストーリーズの質問機能を使ったものが面白いと評判で、そこからファンになった人もいるほどです、と語った。 平野はストーリーズでファンから質問を募集し、ぶっち焼けた回答を連発して、それがネットニュースに取り上げられた。ジャニーズを辞めた辞めジャニーがそうだったように、平野も退場後、地上波番組から姿を消したが、巧みなインスタ運用で露出が激減した感はない。 金プリの現メンバーと元メンバーの間に現れた10倍の差は今後、それぞれの活動にどのような影響を及ぼすか。